はようございます。島由紀です。300日後に富士山の頂上で歌うシンガーソングライター。今日はデイ220か。なんかこれね、動画では収めにくいんですけどね、すんごいこれ太陽なんかなん。めっちゃガスってますね。なんかおもろい景色です、これ。なんか動画では丸くなっちゃってますけども、どうしたらいいのかな。俺の目に映ってる映像、抑えたいんですけどね。はい、あのヘカトの、情報がいろいろ止まってますが、止まってねえよ全然止まってないんだけども、一大発表がまたもうちょっとでできるんじゃないかなと思いますんで、お待ちください。今日はクラブビジョンで、55人のアーティストが集結します。3時4時ぐらいに、もうちょいやったっけな、忘れたけど、くじ引きして俺が 何時頃出るのか分かりますんで、お楽しみに。ではデイ220スタートです。みんなに送らせていただいた詳細の下の方に書いてあるツイキャスの招待 URL ですね、そちらの方に入っていただいて、必ず配信を盛り上げていただければ嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、なんか変わった、なんやろ藤井スパーキー、めっちゃシテラスキャンセルした。歌詞酒飲む、俺もう、まあ、酒飲むわ、もうわかるわこれもう、ほんま、うわ、佐藤二郎みたいになってる。ああ、どこでしょうか。本日の馬を、本日の馬をです。なんと足腰の弱い。しかもあのなんかゴリラテープで補強してある。そう。食べますよ。ありがとうございます。俺も食べようと思ってたのに。あ、キングですね。わあ、初登場じゃん。ってゴッホついてる。ゴッホはつくやん。しかもこれ出どころわかる。どこで入手したのか。はい、これが無水、新玉ねぎと牛ホルモンの無水カレー。こちら。治安の悪さ。まあビジョンだな。はい、ありがとうございます。撮ります。はい、321、あ、もう一度321、 OK です。お願いします。絵になるな。速やかに。俺も食います。カレー屋さんやってるくせに、カレーはぐちゃぐちゃに混ぜるのが好き。ギルティーな色してる。何でも、なんなら俺吉野家の納豆ご飯定食、納豆定食全部混ぜるから。ひどい時は味噌汁も混ぜるから。猫ママに。そう、めちゃめちゃにして食べるの好き。
全部混ざったのが素晴らしい。はいはい、いきました。これが完成品です。あ、無水カレー、これ完全体です、はい、これどこ食べてももう迷う必要ないペースを、はい、このカレー屋の店主がですね、うん、やってるカレー屋を、はい、概要欄に貼っておきますので、うん、奈良に行くときはぜひ。俺が店長ってことは好き放題やれるんだから。そうだよ、何やるかねみたいな感じだね。何やるかねみたいな感じだね。何やるかねみたいな。何やんねん。じゃじゃーんみたいな。ねーねたった今お今日は満月っぽいね。55アーティストお疲れ様でした。